はい、こんにちは、ケイドラです。今回は天魔の古城空中庭園の全10ステージギミック予想をしていこうと思います。前回初開催時もギミック予想したんですけども、その時はだいたい約4ステージ適正キャラたちが的中しました。で、どういった予想をしたかに関しては、難しいコンテンツであまりハマってないキャラたちを上げていって、そこから逆算してギミックを予想しました。なんで今回もその観点から予想していこうと思います。まあ環境的に今回は転送壁絡みやトリプルアンチ、クワトロアンチ必須のクエストが結構増えるんじゃないかなと思っています。そして空中庭園は貸し門禁止なんですけども、貸し門禁止のクエスト霊術に関しては現状トリプルアンチ必須のクエストがありません。貸し門禁止だから適正キャラの幅を広げるっていう意味でトリプルアンチ出してない可能性あるんですけども、まあ今回はさすがにトリプルアンチポンポン来ると思います。モンスト公式が超高難易度クエストって言ってますからね。で、前回の天魔初開催時振り返っていくんですけども、コラボキャラが最適枠を取ったっていうのが極めて少なかったんですよね。もちろん使えるキャラはちょくちょくいました。レイジさん、トウシロウ、エレン、ヨルさんとかいたんですけども、まあこれらは一番の最適性ではなかったです。逆に不遇限定だったりアルファキャラ、どこつかの工場キャラたちが最適を取ってきましたよね。マソ、カマタリ、オニマル、ニュートンアルファ、ここは2強の磁気杯とブーゲン、ピリカ、エビテン娘、ここも2強のヌカタノオオキミとマルタアルファ、そしてフランクリンアルファとオニキス、ノンノアルファ、こんな感じで限定キャラが5体、アルファキャラが4体、工場キャラが4体最適枠を取っています。実装当時は適正キャラが 1,2 体しかいないっていうこともザラにあったんですけども、まあ、今回貸し門禁止とはいえ同じような感じで来るんじゃないかなと思ってます。厳選するなら30日モンストの日が一番おすすめです。31、1日も一応濃厚2倍はやっています。さらにこちら公式サイトを見てみると、1の園が光属性、2の園が闇属性、3の園が火属性っていうことがわかります。で、今回発表されましたビレディ枠のボスは水属性だったので、おそらく5と10の園は水だと思います。で、4と9が木属性ですね。なのでそこに合わせて予想していきます。ではまずは光属性の16から予想していきましょう。まずはここですね、16ブロックウィンドウで、こちら不足点がハマるんじゃないかなと思っています。前回の天魔1をオマージュして残り HP に応じてパワーアップとかハートなしをやってくるんじゃないかなと思っています。で、まあ前回ね、マソがハマったように今回は不足点がハマってオリトラ組が大活躍するんじゃないかなと思っています。このキャラもドレイン持っていますし、不足点と相性の良いカザに関しても回復 M を持っているんで、まあ多分何かしら HP に関係するギミックは出ると思います。で、ここの枠に関してはもう1体フィンがね、めちゃくちゃ強いんですよね。このキャラも超バラ、超 AGB、耐性、超アンチウィンドウ、キラーを持っている上に SS に関しては遅延なんでめっちゃ強いんですよね。コネクトスキルの条件に関しても種族違いが2体で発動するんで不足点やカダとも組めます。ただフィンまでいるとキャラパワーが高すぎるので地雷が出てくる可能性もありますよね。ただこれはこれでまたまたオニキスだったりカエサルが使えてしまう可能性があるので、ロックオン地雷もしくは一旦起爆にしてマインスイーパー必須、こうなるとエンマが適正に入ってきます。で、エンマに関しても HP 回復ができるソウルスティール L 持ってるんで十分活躍する可能性はありますよね。バビロンに関しても SS2 周に1回貫通変化できるんでこれも十分使えそうですよね。ただ一つだけ懸念点がありまして、前回の天魔初開催時は8月4日でオリエンタルトラベラーズが開催していました。今回は2月1日からなので超獣神祭とコラボガチャと乙骨が入ったスタミラしか開催していません。前回同様に1の園の適正キャラを開催時に出すんであれば、マギア、アルセーヌ、五条悟が視野に入ってきます。そうなるとここの貫通枠がちょっと怪しくなってきますね。マギアもいますし、バビロンもいますし、工場キャラのカズケースロッドもいます。一応降臨キャラも入ってきますね。なので個人的にはこっちの枠も可能性は十分あるかなと考えています。一応アルセーヌの枠見ていくと、重力ブロック原則だったり、あとは反射の方ですね。
重力ワープ原則なんですけども、まあ、降臨キャラとアルセーヌしかいないんで、まあ、ちょっと可能性は低いかなっていう感じはします。なんでやっぱり可能性あるとしたら、マギアの砲撃の方が怪しいですね。お次6予想していきましょう。こちらは地雷転送壁の反射がハマるんじゃないかなと考えています。やっぱりね、こちら、神獣進化のキャラに焦点当ててくると思うんで、ロキが使えるんじゃないかなと思っています。もしボスがエンプレイラーだった場合、魔王キラーもしっかり刺さりますし、地雷倍率アップで予想しているんで、超マインスイーパー L もめちゃくちゃ強力です。それでロキが最適性なんじゃないかなと考えています。他にもレストレード、弱点キラー持っていまして、あとは耐性もありますよね。超マインスイーパー M もあります。で、こちら、リンヤオがいるんですけども、地雷倍率アップで予想しているんで、ちょっとね、このキャラだと火力不足と感じるような設計なんじゃないかなと考えています。じゃないとこのキャラ強すぎるんで、多分何かしら対策はされてますね。さらにはこちら、ビーマもいるんですけども、まあ強みとしましては超マインスイーパー M とバイタルキラーだけですね。で、ここの枠に関してはさらにサトルヌスいるんですけども、まあ全体的に超バラキャラがいなかったので、後出し接待がしやすいんじゃないかなと考えています。他にも考えたのが重力ブロック転送壁なんですけども、コラボキャラとアルファキャラしかいないんで、まあこれは可能性低いと思います。で、もう一個怪しいのがダメオ地雷ブロック。ここの反射枠なんですけども、最近クロッカス登場しましたし、降臨キャラで結構強めのビデルザもいます。で、チェシャ猫ですね。このキャラがドレイン持っていまして、魔王キラー L 持ってるんで、ボスがエンプレイラーだった場合、キラーも刺さります。なので、この辺も厳選しておいていいんじゃないかなと思ってます。次は闇属性の2と7予想していきましょう。まずはこちら。ダメージオール地雷転送壁の貫通接待ですね。悟りがそろそろハマるんじゃないかなと思っています。まあ、ポテンシャル持て余していますし、まあ、去年からずっとね、この、ダメオ転送の貫通キャラ増え続けていたんですけども、最近になって、地雷キャラもね、ちょくちょくラーマとかも増えているんで、まあ、このキャラも一緒にハマるんじゃないかなと考えています。ラーマに関しては、超スピ解放できる、超マインスイーパー M 弱点キラー、超レーザーストップ持っていまして、SS は8ターンから打てる弱点露出持ってるんで、悟りの SS を接待しやすいんですよね。基本的には悟りのキャラパワーがないと勝つのが厳しいんじゃないかなと考えています。で、もう一体、ティウルがいましたね。超バラ解放できて、一応バイタルキラーもあります。友情コンボの超絶気弾も結構火力高いんで、これも期待できます。で、SS に関しては自強化プラス、触れた味方をアクセラレーター状態にするんで、悟りの SS とも相性が抜群です。さすがにそろそろこの枠はハマってほしいですね。で、次はこちら。重力ダメオブロックの貫通接待で、クリムトですね。まあ、このキャラは何のために入ったのかわからないんで、まあ、接待はもらえるんじゃないかなと考えています。まあ、強みとしましては、超 AGB、超ダメオで火力アップできますし、バイタルキラー M もあります。で、SS に関しては、自強化プラス弱点倍率大アップなんで、味方のサポートもできますし、自分で火力アップもできます。SS ターンチャージ L だったり、超絶 SS 短縮弾で、めちゃくちゃ味方の SS 短縮できますし、ソウルスティール M もあるんで、結構接待はしやすいかなと思います。で、もう一体は犬塚シノですね。このキャラも超 AGB と超ダメを持っていまして、他にも耐性だったり短縮もあります。で、SS が結構強くて、ランダ倍率がめちゃめちゃ高いんですよね。これで結構敵の HP をゴリゴリ削っていけるんで、ギミックが噛み合えば結構強いと思いますけども、逆に自強化として動けないんで、対策される可能性は十分あります。クリムトが謎に妖精族なんで、4月か7月ぐらいにウリエルが神獣進化して適性もらうんじゃないかなと考えています。続きまして、火属性のギミック予想3-8見ていきましょう。まずはやっぱりこちらですね。重力魔法陣転送壁の反射枠。まあ、これがハマってほしいですね。頼む。もうこれはどっちかというと願望です。本当にハマってくれって感じなんですけども、シャルルマーニュお願いします。このキャラ登場してから僕個人的には、
コラボ超究極でしか使ってないんで、そろそろ本当にお願いします。ポテンシャルが高いだけでずーっと難しいクエストでハマっていないんですけども、ウォールブースト L、SS は自強化2倍と4倍あるんで、めちゃくちゃ殴り火力高いんですよね。スピードに関しても超スピ解放できまして、ダッシュ M あるんでめちゃくちゃ速いです。で、最近こちらベータも追加されまして、ベータも結構足に振ってるんですよね。超スピ、超 AGB、ロングスピードモード持っているんで、まあ接待するんであれば結構この機動力を活かさないと話にならないようなクエストだと思います。友情コンボに関してもユースピアップありますからね、かなりスピードを重視しています。で、工場キャラのラプンツェルもいるんですけども、ボスがダインスレイブの場合は気候封じが乗りますし、状態異常底力持ってるんで、これも乗ってくれば火力は 2.25 倍で殴れます。非属性耐性もあるんで、意外とこのキャラ強い可能性あるんですけども、 SS がどうしてもね動けないんで、これは欠点かなと思います。で、降臨キャラとしましてはサンザルクですね。聖騎士、激死も反射なんで、シャルルの同族恩恵と激死恩恵を受けれます。パワフィ展開も結構優秀ですね。魔法陣なしまで見てみると結構枠増えるんですけども、まあ中でも強そうなのがこちらシンですね。重力バリアキラー持っていまして、耐性 M もあります。 SS に関しては高火力の直殴り系なんですけども、まあこれもね対策される可能性あるんで、まあどっちかというと使えない可能性の方が高いかなと思っています。まあハマるとしたらやっぱりシャルル・マーニュですかね。頼む、これはどっちかというと願望なんで絶対にハマってください、お願いします。で、次8見ていきましょうか。これね結構迷ったんですけども、意外とこの枠ですね。ワープウィンドウの貫通枠で、これね結構キャラ多く見えるんですけども、はい、まあこんな感じ。ガチャゲンに絞るとめちゃくちゃ少ないです。で、その中でも一番強いのがこちらトリトンですね。超バラ解放できまして、超マインスイーパー M 属性キラーもあります。で、 SS に関してはギミック無効化持ってるんですけども、まあ敵を倒すと重力バリアだったりダメージオールが展開されて、まあ結構厄介なところをこのキャラの SS で無視できるっていう風に考えています。で、他にはこちら対抗棒の重心化解がいます。このキャラは超バラデフォルト解放で、超アンチウィンドウ、状態異常回復、超アンチワープ、足封じ M 回復もあります。ただボスに関してはおそらくジャルジメルトなので、キラーは乗ってこないと思います。なので結構サポーター寄りですね。で、もう一体はこちらジンさん。このキャラも超アンチウィンドウとアンチワープ持っていまして、状態異常回復もあります。2体とも状態異常回復持っているんで、結構めんどくさいギミックが出るかもしれません。まあこのキャラの強みとしましては SS の割合ですよね。これがかなり強力です。まあ正直ちょっとこの枠は自信ないんで保険かけておくと、もう一個はこちら重力ワープ魔法陣の、はい、反射貫通どっちも使えるパターンですね。ここに関してはナナミの真珠進化いますし、まあ最近重心化解しましたジェラルドいるんですけども、ちょっと強すぎますかねこれ。はい、まあこれの可能性と、まあ他にはね、まあ一応こんな感じかな。これはきついか。はい、まあノンアルファがハマる可能性あるかなって考えているんですけども、まあノンアルハマるとしたら一番可能性高いのはこれが可能性ありますね。重力ダメを地雷の風光と一緒にハマるパターン。はい、まあそんな感じで見ております。で、もう一個あるとしたら、まあ最近重心化解しました不遇の限定キャラというと、はい、飛行接待でこちら魅力ですね。ここのところみんな飛行ばっかりなんで、なんかちょっと怪しさありますよね。ちょっとね、非属性の2個目は予想が難しいので、できるだけたくさん厳選しておきましょう。では次は非属性のギミック予想をしていきましょう。まずはダメージオール、地雷、ブロックですね。こちらの反射貫通どっちも使えるパターンで見ていきます。ただこれ飛行だと結構キャラ多いんですけども、マインスイーパーに絞ると少ないんで、まあこっちでね接待入る可能性はありますよね。まず見ていくのがこちら正宗でございます。多分ね、
新春キャラなんで、さすがに政宗はどっちかの形態はハマってくると思います。そうじゃないとかわいそすぎます。指名政宗もさすがにロバーだけでは終わらないと思うので、まあ、今回ねロバーでハマらなかったダメージオール、地雷、ブロックでしっかり接待が入って気持ちよく使えると予想します。まだまだポテンシャル持て余してますからね。まあ、今回こそしっかり使えると予想します。で、他にもザビエルがいますね。まあ、このキャラは神キラー M とか神耐性 M 持ってますけども、まあ、キラーに関してはボスがおそらくアゾットなので乗ってこないと思います。ただ友情コンボに高スピアップがあったり、SS に関しては弱点ヒット麻痺なんで、サポートに関しては優れています。打診弁は超バラ解放できまして、超ダメをカウンターキラーもあります。SS に関しては貫通変化できますね。で、貫通枠に関しては、まずマインスイーパーのこちら、背徳ですね。ダメを超マインスイーパー L、バイタルキラーリジェネ M、ゲージでアンチブロック底力 M を持っていまして、友情コンボに関しては誘発可能な十字爆撃と毒友情を持っています。SS は8ターンから打てるギミック無効化。倍率は1段階で10倍、2段階で3倍です。底力 M とかも乗ってくるとめちゃくちゃ強力です。で、陽気比に関してはデフォルト超バラ解放で毒キラーもあります。これは背徳と相性が良いですね。で、SS に関してはチェインチェーンなんで、これも非常に強力です。超ダメ王だったり耐性も持っています。チェリーウィンガーに関してはブレイカーが刺さるかどうかですね。まあ政宗一強クラスにするんであれば反射だけはめてくるっていう可能性も十分あります。で、次 Q に関してはこちら、重力地雷ワープの反射ですね。この枠に関してはテキーラアルファが結構怪しいと感じています。まあ、前回ね Q の間に関してはアルファキャラのフランクリンアルファがハマったように、今回もオマージュしてきて、アルファキャラがハマるんじゃないかなと考えています。で、そうなるとこちら、テキーラアルファがめちゃくちゃ強くて、超バラ、超アンチワープ、マインスイーパー M、回復 M、ロングシールドモード、コネクトスキルで超 AGB、SS ターン短縮、パワーオーラを持っています。ただし、コネクトの条件的には、基本的に2体編成しかできません。で、SS も自強化プラス、敵を倒せば倒すほどパワーアップなんで、これも非常に強力です。コネショ艦隊であれば結構難易度は落ちるんじゃないかなと考えています。で、他にはこちら、炭治郎ですね。まあ、このキャラもポテンシャルは結構高くて、SS に関しては3ターン遅延あるんですよね。まあ、これも結構優秀ですし、まあ、殴り火力もしっかり高いんで、活躍できる可能性は十分あります。コネクトの条件もめちゃくちゃ簡単です。超飛に関しても超スピ、超マインスイーパー M、耐性、超アンチワープ、ライトポジションキラー、ダッシュあるんで、結構強力ですし、SS は壁ドンなんで、これも本当にフィニッシャーとしても活躍できます。ただし、コネクトの条件的には2体編成しかできません。で、もう一個怪しい点としましてはこちら、2月1日に重い金が降臨するんですよね。しかも結構夜遅い時間なんで、まあ、この天魔9ぐらいでちょうどいい時間帯なんじゃないかなと思うんですよ。しっかりギミック適正なんで、この枠がハマる可能性は十分あると思っています。組めるんだったら、テキーラアルファ2体と、炭治郎1体と、超飛1体がいいんじゃないかなと思ってます。では最後、水属性のギミック予想をしていきましょう。5と10ですね。まずは5に関してはこちら。地雷ブロック原則の貫通接待が来るんじゃないかなと思っています。っていうのも、なぜ去年、君、重心回したのっていうところで、個人的にはその答え合わせが今回来るんじゃないかなと考えています。超バラ、超減速、マインスイーパー L、弱点キラー、弱ロ持ってるんで、このキャラも本当に強力ですし、まあコネクトの条件的には2体編成もしくは3体編成できるんですけども、まあ合計ラック100に関してはコンプレックスだったりロールが対応できます。で、もう1体のガチャ減枠はこちら。ウラジョ1年生ですね。このキャラもルイスと同じアジン族で、マインスイーパー L、超減速、ソウルスティール M を持っています。SS に関しては自強化プラス、弱ロプラス弱点効果アップなんで、これも非常に強力です。この枠現状向上キャラがいないんですけども、2月2日からの新イベントキャラで、毒キラーを持ったキャラが出るんじゃないかなと考えています。
っていうのもルイスが全敵毒メテを持っているんで相性いいキャラが出てくるんじゃないかなと思っています。で最後に銃ですね。前回4ギミック必須でオニキスとムラクシャしか適性がいなかったんですけども、まあ、今回ももしそのパターンであればこちら赤マナフがいるんですけども降臨キャラが一体もいないんで、まあさすがにちょっとこれは可能性低いんじゃないかなと思っています。まあ降臨キャラが一体でもいれば多少出してくると思うんですけども、まあ、今回いないんでお寮に関してもこちら1体しかいません。なのでまあ3ギミックなんじゃないかなと思っていまして、まあ、来るとしたらこちら重力ダメをブロックが来るんじゃないかなと思っています。まあ、この枠に関してはまずガチャゲンがお寮とオスカーですね。で降臨枠に関してはロバーがいます。霊術キャラも1体ぐらい使えるんじゃないかなと思っているんで、まあ、今回ロバーがハマるんじゃないかなと思っております。超バラ超ダメをカウンターキラーの殴りも強力ですしアシストスキルショットスキルも優秀です。で SS もね触れた敵の攻撃力と防御力を一定期間ダウンプラス号令なんでこれも非常に強そうです。このクエストも前回の天魔銃をオマージュしているんであればボスラッシュの可能性があるんでそうなると後出し適正で毒キラーキャラを出せばこのキャラの価値もしっかり上がってきます。お寮に関してはコネクソなんで一体編成しかできませんが超バラ超 AGB あとは連撃キラー M あるんで殴り火力は十分高いです。 SS に関しても12ターンから撃てるんでこれも使いやすいです。でオスカーも結構強力でして超パワーウォールブースト超 AGB 重力バリアキラーを持っていて SS は重力ドンですね。これがめちゃめちゃ高火力なんで使える可能性は十分あります。コネクトの条件的にも2体編成はしっかりできます。なのでこの中で組むんであればオスカー2体とお寮とロバーですね。このパーティーが一番強いと思っています。では本当の最後 EX 予想していきましょう。敵が闇属性で仮定して予想していきます。今回予想するギミックはこちら重力地雷魔法陣でアルセーヌアルファが土適性もらうんじゃないかなと考えています。去年初登場したアルファキャラにも焦点当ててくると思うのでアルセーヌアルファで今回は予想します。超 AGB マインスイーパー M 重力バリアキラーファーストキラーを持っていまして殴り火力は十分高いし SS に関しても自強化が 1.5 倍と 2.5 倍なんでこれも強力です。前回のアーキレットも属性効果アップはなかったんで普通にこのキャラで戦っていけると思います。もう一体はガリーナ。このキャラは超スピ解放できますけども超 AGB ではないし地雷もね飛行なんで回収できません。ただ耐性持っていますし SS ターンチャージ M 友情コンボに関してはこういうアップ持っていまして SS は自強化プラス触れた壁すべてに加速壁を展開するんで前回のルイス・フロイスと結構似ています。なのでそこも含めて可能性はあるんじゃないかなと思ってます。でキリンジに関してはこちら6ターンに1回貫通変化できるんで SS ターンチャージと組み合わせれば結構使える可能性はあるんじゃないかなと思っています。殴り火力も本当に高いんで期待できます。魔法陣解除すれば適正キャラ結構増えましてオーデンタだったりタンネズだったりバフ枠のヘラだったり他にも反射の貫通変化できるジャック・ザ・リッパーとかもいます。なんですけども、まあ、一撃が結構大事なクエストの可能性があるんで、まあ、基本的には魔法陣がないと結構難しいんじゃないかなと考えています。はい、まあそんな感じで見ていきましたけども、天魔の初回は本当にめちゃくちゃ難しいんで、まあ初回からね、頑張ってクリアしたい方は、できるだけたくさん準備して、厳選して、開催日に関しても、モンスポットで運気取ったりして、しっかり備えて楽しんでいきましょう。以上そんな感じで本日もご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価、チャンネル登録お願いします。それではバイバイ。